テンセントライアットゲームズライオットゲームズ、インクは2006年に設立されたアメリカ合衆国カリフォルニア州ウェイストロサンゼルスに本社を置くコンピュータゲームの開発、販売企業、e スポーツトーナメントの組織。ライオットゲームズは南カリフォルニア大学在学時にリュームメイトであったブランドン・ベックとマーク・メリルによって2006年9月に設立された。 彼らは新しいコンピュータゲームの開発をするのではなく、すでにリリースされたゲームを継続的に改善し、提供する会社を作り出そうとした。2011年2月、中国のゲーム事業大手であるテンセントがライオットゲームズの株式の過半数を買収し、2015年12月には完全に買収した。2018年5月時点で世界に24の拠点を展開しており、 2500人のスタッフを雇用している。同社は世界的にも有名なモバタイトル、リーグオブレジェンズの開発、運営元として知られる。LOL は2009年10月に最初にリリースされ、2013年には最もアクティブプレイヤー数の多いゲームとなった。2011年以降、リーグオブレジェンズワールドチャンピオンシップやリーグオブレジェンズチャンピオンシップシリーズといった。 大規模なイベントを含む様々な e スポーツトーナメントを開催、運営している。ありがとうございます。